木古内町中心部木古内町中心部木古内町の海岸木古内町は北海道都東総合振興局中部にある町。アイヌ語に由来し、現在の木古内川から名付けられた。一説には、寒満の差が激しく満潮時に潮が川を逆流することからリリオナイと呼ばれたためとされる。お島管内、お島半島南西部に位置。南部は、 津軽海峡に面し、北部は山岳。木古内市街地のわずかな平野部を除いて、ほとんどは山岳、丘陵地帯。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属するが冬は、積雪が多く、特別豪雪地帯に指定されている。江戸時代から交通の要所で、沿岸に沿って、北海道新幹線、国道228号、道南イサリビ鉄道線が走る。 青函トンネル及び海峡線開通後、木古内駅は特急停車駅となり、2016年3月26日には、北海道新幹線が開業した。山地河川湖木古内町、国民健康保健病院国内現在の、基幹産業は、漁業、農業、畜産など。かつては、林業も盛んで、木古内駅周辺に木材加工業者が集積していたほか、 簡易裁判所、検察庁、法務局出張所、営林所、保健所、函館機関区木古内市区などが立地市観光庁の拠点都市でもあった。新聞社中学校木古内駅函館バスの車両を建設中の木古内インターチェンジ、出入口中心となる駅、木古内駅新幹線鉄道路線配線かつては、松前線が分岐していたが、 1988年2月1日に廃止された。また、江差線は、菊内駅から江差駅まで営業しており、町内に、大島鶴岡駅、吉堀駅が設置されていたが、2014年5月12日に廃止された。路線バス正木県のエリアに属する。高速道路国道道道菊内町郷土資料館。 道の駅みそぎの里木ないアイヌゴラテン本寺、リルオネイハット、アイヌご知名リスト、西しべきた P31 から 40P、アイヌご知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月19日閲覧。ありがとうございます。